西之島は東京から1000キロほど南に位置する火山島です。最も近い父島からでも130キロも離れています。船で東京から行くと丸1日ほどかかります。現在は自然環境を守るために上陸は厳しく制限されています。この西之島は現在進行形で火山島が成長する様子を観察できる貴重な場所です。伊豆諸島や小笠原諸島には多くの島がありますが、それぞれの島がどのように成長し現在の姿になってきたのかを考える上で貴重な材料を提供してくれます。また火山島の成長という人間とは全く異なる時間や空間のスケールを持つ現象を直に観測することができます。これは地球と人間の関わりを考える上で貴重な体験となるでしょう。2013年の噴火以来、我々は西之島の調査を続けております。2016年6月には無人ヘリによる調査を行いました。2016年10月には初めての上陸調査を行いました。地震計の設置と地質の調査です。2018年5月にはドローンを用いた撮影を行いました。同時に火山噴出物のサンプルも行いました。2019年9月には2度目の上陸調査を行いました。震源は震源の設置と地質調査を中心に行いました。西之島の火山活動は2018年以降一旦収まっていましたが、2019年12月初めから再開しました。活発な活動が半年ほど続き、島は成長を続けましたが、今年6月に入ると溶岩の噴出量が急速に増加しました。最も活発だったのは6月下旬から7月上旬にかけてです。噴火のピークは7月末まで続き、最盛期には100キロ以上離れた父島からでも噴煙が目撃されるほどでした。気象衛星ひまわりの画像からは噴煙が何百キロも流れている様子を見ることもできました。この活動により島の真ん中にできた火口球はそれまでの2倍ほどの大きさに成長しました。ところが8月に入ると活動は急速に収まり、溶岩流出もほとんど止まってしまいました。現在は白い噴煙を上げる穏やかな活動に変わっています。2019年12月から現在までの活動をさまざまなデータから見てみましょう。次の図は衛星データによる噴火の推移を表しています。縦軸は溶岩の1日あたりの噴出量で、一目盛りがだいたい東京ドーム1杯分の溶岩が1日で出ることに相当しています。昨年12月に始まった活動は、初めから高い溶岩噴出率を維持し、3月から4月に少し弱まったものの、5月頃まで高い状態が続きました。6月に入ると、急激に溶岩の噴出率が増加しました。6月末から7月初めにピークを迎え、1日あたりの溶岩噴出量は、東京ドーム5杯分にも相当するとてつもない量であったと推定されています。その後、溶岩噴出率は急速に低下し、8月初めにはほぼ止まってしまいました。次に、島内に設置した地震計では、この活動がどのように見えたかを紹介します。2019年9月に再上陸し、2016年に流れた溶岩の先端付近に地震計を設置することができました。この写真は、地震計を設置する様子と設置した場所を示しています。地震計の設置を目的で行ったんですけれども、当初の目的の地震計の設置は達成できたので、成功だったと思っています、はい。新たに設置した地震計は、今回の活動のピークである6月下旬に溶岩に飲み込まれ、短い寿命を終えてしまいました。それでもそれまでにとても面白い地震記録を送ってきてくれました。この図は、左端が観測を開始した2019年12月、右端が溶岩に埋まれてしまった6月下旬にあたります。縦軸は地面の揺れの速さを表しています。縦軸で上に行くほど地面が速く揺れることに対応し、下に行くほど地面がゆっくり揺れることに対応しています。また図の色は地面の揺れの強さを表しています。赤い色ほど強い揺れだということを表しています。この図からは地面の揺れが3月初めに一旦強くなった後少し弱まり、4月頃からまた振幅が大きくなり、6月に入り急激に増加したことがわかります。また揺れ方が去年の12月から今年にかけてだんだんと速い揺れからゆっくりした揺れに少しずつ変わっていったこともわかります。
この揺れ方の変化が火山活動の何に対応しているかは現在研究を進めているところです。2020年7月に気象庁の観測船で採取された火山灰の化学組成を分析したところ、これまでの活動で噴出したマグマとは明らかに特徴が異なることが分かりました。具体的には全体としてケイ素の量が減少し、マグネシウムの量が増加して玄武岩に近い化学組成になっています。含まれる鉱物も同様の特徴を示しています。このことから最新の活動ではより深いところからマグマが上昇し、その割合が増加していることが示唆されます。8月以降活動が低下した西之島ですが、今後はどのようなことが起こるでしょう。いくつかの可能性を考えることができます。一つはさらに成長するというストーリーです。最近の活動では溶岩が以前よりも深いところから新たに供給され始めたことが示唆されており、今回のような激しい活動が今後も起こる可能性があります。そうなれば西之島はさらに大きくなるということでしょう。2つ目は津波の発生です。西之島は小さな島に見えますが、実は海底から3000メートル以上立ち上がる巨大な海山の山頂部分が海上にちょっと頭を出しているに過ぎません。その山頂付近にたまった新しい溶岩の一部が崩れて斜面を流れ下ると父島に達するほどの津波が発生するという予測もあります。3つ目は侵食されてなくなる可能性です。これについては私たちが生きている間になくなってしまうことはまず起こらないと自信を持って言うことができます。実は西之島は1973年から74年にかけても海底噴火で成長しました。その時には波に削られて小さくなってしまったという前例があります。現在の西之島はその時よりはずっと大きくなっています。ここまで大きくなると流れ出した溶岩の大半はゆっくり冷えて固い岩になっており、簡単には侵食されません。侵食されてなくなるとしても、それは何百年あるいはもっと先の遠い未来になることでしょう。